はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回は提督の決断法の続きをプレイしていきたいと思います。でですね、前回小笠原沖で、米空母艦隊と決戦に及んだわけなんですが、その結果何が起きたかというとですね、主力艦隊である第1艦隊、第2艦隊がご覧の損傷率ということで、さらに空母1隻、さらに戦艦も失うという大打撃を受けたので、一旦ですね、この第1艦隊第2艦隊は日本に戻して艦隊の再編成を行っていきたいというふうに思っています。でその間ですね、この小笠原を守る艦隊がいなくなってしまうので、ちょっと心もとないんですが、この第8艦隊を小笠原沖へ派遣して、なんとか敵を食い止めるということをやっていければいいかなというふうに思っています。で一方ですね、他の戦線を見ていくと、まずインド方面なんですが、インド方面はですね、ご覧のように第9、第13、第14、第15艦隊と、第15艦隊は潜水艦隊になるんですが、これらの艦隊がいますので、ここはですね、ちょっと思い切って次のターンで、このアラビア海に進行していこうかなというふうに思っています。なので今回はまずこのアラビア海にどれだけの敵戦力がいるかっていうのを見極めておきたいので、ここにですね、情報活動のためのスパイを送り込んでいきましょう。でもう一つの戦線であるですね、この南太平洋方面なんですが、南太平洋方面は主力空母艦隊である第3艦隊、それに第4、第10と、この3個艦隊がありますので、この3個艦隊を持ってですね、この南太平洋へと攻め込んでいきたいというふうに思っています。で、空母のですね、積載率なんですが、そんなに悪くはないかなというところにはありますので、もうこの艦隊を持ってですね、なんとか敵を南太平洋から駆逐していければいいかなというふうに思っています。では早速ですね、その他のことをやっておきたいと思うんですが、まずは何といっても輸送船の数が足りていないので、輸送船の数を増やしていきたいんですけど、その前に技術レベルをね、しっかり上げていきましょう。皆さんからいろいろとコメントとアドバイスでですね、軽巡クラスに、あとは潜水艦を作って、アメリカのね、艦隊を削っていくのがいいんじゃないかっていうね、もうアドバイスいただいていて、もう本当にその通りだとは思うんですけど、今後ね、そのあたりもしっかりやっていきたいなとは思っているんですが、まずはですね、なんとかアメリカ艦隊を空母で屈服させたいなというふうにちょっと無謀な考えを持ってますんで、そのあたりとバランスを見ながらプレーの方はやっていければいいかなと思ってます。でそうなってくるとですね、当然なんですが、輸送船の数が足りていないという現状があるので、輸送船をですね、今回そうだな、3隻ぐらいは作りましょうか。3隻ぐらい作って、これをどこに配備していくかなんですが、できればね、お金が欲しいんで、お金が全然入ってきていないところを重点的に輸送船を入れていきたいんですが、マレー沖とかにちょっと入れますか。マレー沖に、そしたらじゃあ輸送船の数を増やしましょう。ちょっと最適数までは程遠いですけどね。で今新しくですね、艦隊でいうと、この新規編成で見るとよくわかるんですけど、今ですね、空母が2隻、正規空母ですね、この正規空母2隻が新しく
入ってきた状態になってますんで、これをですね戦線に投入するために第一艦隊が日本に開港してきた後に一旦ですね艦隊の再編成を行って、第一艦隊に第二艦隊の方だったかな、あの空母がいずれにしても入ってる方ですね、あそうですね、なので第一艦隊の戦艦部隊を第二艦隊に移して、第一艦隊をですねもう空母艦隊に再編成しようと、正規空母3隻、あと軽空母、まあ、いわゆる護衛空母ですね、護衛空母2隻を持った、護空母体制の艦隊を作っていければいいかなと思ってますので、ここもね再編成が済んだら、早速取り掛かっていきたいなというふうに思っています。で、あとはですね今現状アメリカに少しずつ押されてきているという状況がありますので、今回はですね新しくオリジナルの飛行機を作って、それをもってなんとかね反撃ののろしを上げていきたいなというふうに思ってますんで、そこをちょっと今回は見ていきましょう。でまずですね何をやっていかなきゃいけないかというところなんですけど、飛行機の種類は全部で、まあ、大きくですね大きく4種類ありまして、その中でも特に重要になってくるのが、まずは戦闘機ですね、戦闘機の中には護衛機とあとは、直縁ですね、護衛というのは敵艦隊に向けて攻撃機爆撃機を飛ばした時にそれらを守るための護衛機、これが、まあ、1種類目と、あと直縁と呼ばれる敵の戦闘機が味方の艦隊に殺到してきた時にそれらの飛行機を迎撃する直縁、あとですね攻撃系敵艦隊攻撃系でいうと爆撃機、さらに魚雷を積んだ攻撃機、この4つをですねちょっと今回、作っていこうかなというふうに思っています。でまずですね順番なんですけど、先に攻撃機を作っていきたいと思うんですけど、この攻撃機を作らなきゃいけない、一番最初に作らなきゃいけない理由っていうのが、当然ですね護衛機、その攻撃機爆撃機を守る護衛機と、距離を合わせていかないといけないというのがあって、例えばですね、まあ、極端な話、攻撃機がすごく長く飛べるけど護衛機が全然長く飛べないってなると、結局敵の艦隊にたどり着いた時には護衛機がついてきていないってことになりかねないので、まず攻撃機、爆弾と魚雷両方積んだ爆撃機、攻撃機の、航続距離ですね、飛行可能距離をベースに他の飛行機の設計をしていこうかなというふうに思っています。じゃあ、設計に入っていきましょう。まずは今お話したように艦上の攻撃機になるんですけど、ざっと今見ていただいて艦上戦闘機、戦闘機、水上戦闘機と系統が3種類あると思うんですが、まあ、艦上戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機、艦上偵察機だけを作っていきます。でまずは艦上の攻撃機ですね、というのが陸上系のものを作っても結局母艦空母に乗せられないとあまり意味がないので、ちょっとねそういうのは避けていこうかなというふうに思っています。さてじゃあ何をベースに、攻撃機を作っていくかっていうところなんですが、一番優秀なのを使いたいですよね。そうなるとまず97式の艦艇は乗組員数は複座か、最高速度が740で、航続距離が650か、で例えばじゃあドイツの艦上攻撃機見ていきましょうか。ドイツはそもそも攻撃機を持っていないね。ユンカースとかは持ってるけど、この辺りもちょっと、イタリア空軍のものがありますね。艦上攻撃機、これは最高速度770、タンザ、あこれ結構いいですね。これちょっとベースに考えておきましょう。イタリア製のものね。
で、あとはアメリカなんですが、アメリカはというと、感情攻撃機でいうと、デバステーターというのが一つありますね。デバステーターが最高速度740か。複座以上っていうのがね、複座と短座ってあるんですけど、まあ、結局これ2人乗りか1人乗りかっていう話で、1人乗りの方が当然小回りが利くんで、できればね、短座のものを使っていきたいと思っています。じゃあ続いてイギリスの艦上攻撃機、ヘアリー・ソードフィッシュ。これも複座になってますね。フェアリーバラクーダー。さらにはスピアフィッシュ。なるほど。そうすると、ちょっとさっきのドイツ製の、まあ、ドイツがイタリアから接収したと思われるこの艦上戦闘機を使っていきましょうか。最高速度720ですよね。じゃあこれをベースに設計していきましょう。まず空戦能力なんですが、どうしようかな。武装が何もないというのは問題だと思うんで、多少武装はつけてあげましょう。で、装甲もね、ちょっと薄すぎると問題があると思うんで、50ぐらいまではつけてあげましょうか。で、航続距離なんですが、まあ、長いに越したことはないんでね、1000キロぐらいで一旦ですね、決めてみましょう。お金がどんくらいかかるかっていうのもありますけどね。で、偵察能力の変更とかをちょっと見ておくと、偵察能力に関して言うと、レーダーは搭載がそもそも不可能になってるので、まあ、これでいいでしょう。最高速度が遅すぎるな、これ、いくらなんでも。ひどいものがありますよね、これ。最高速度319というのは。困ったな。で、爆弾は120キロ爆弾か。急降下爆撃は不可能でいいと思うんですよね。艦上の攻撃機なんで。で、雷撃の能力なんですが、最高速度が319はひどいよな、ちょっとさすがに。さてさて、困りましたね。このままだととてつもなく遅い飛行機ができてしまうんで、そうですね、どうしようかな。せめて500キロぐらいのスピードは欲しいよな。ただこれ走行を薄くすると多分その分速くはなるんでしょうけど、走行が薄すぎると多分ね、どんどん撃墜されてしまうんで、搭乗員が戻ってこれないんですよね。一旦ちょっとこれで保留にしますか。最高速度319。ちょっとね、ひどすぎるものがあったんで、ちょっとアメリカ製の艦上攻撃、アベンジャーとかをちょっと見ておきますか。アベンジャーを。ちなみにこのアベンジャーにすると、まず空戦の能力、多分最高速度が313だからな、こいつも。まあ、こいつもっていう言い方すると怒られちゃいますけど。
さてさて困りましたね。どうしようかな。ここは慎重に決めていきたいんだけどな。日本製にちょっと開口すると、日本製だと97式の観光になっちゃうんですよね。まあ結局どれもあんま変わんねえんじゃねえかっていう話もあるんですけど、ドイツ製の観光をちょっともう一回見ますか。770、260、650、結局同じだとやっぱこのタンザのものにするしかないんだよな。ということでちょっと諦めましょう一旦ね。おとなしくこいつで空戦能力を変えていきましょう。で、さっき言ったように空戦能力0はちょっと問題があるので、これを2門ほどつけてあげて、で、装甲を上げてあげますと。で、逆に、どうしようかな。武装はもうこれでいいよね、空戦能力に関しては。なので決定しちゃいましょう。で、続いて偵察能力とかどうでもいいので、爆撃能力ですね。爆撃能力は120キロ爆弾積んでるのを、これを500に変更しましょう。んで、雷撃の能力なんですが、雷撃に関しては、魚雷を搭載して、まあ、特にここは変更ができるところではないので、これでいきましょう。最高速度が297。かなり遅いのができたな。まあ、しょうがないですね。じゃあ、これは、艦名をつけていきますか。まあ、なんて名前にするかですけどね。どうしようかな。そうですね。そうだな。そしたら僕の好きなちょっとゴーゴーバーね。ちょっとこの辺りはツイッターを見てもらえればいいと思うんですけど、虹。今が1941年かな ?42 年かな?そんくらいですよね。なので、ちょっとそこを確認する必要がありますけど、まあちょっとめんどくさいんで、2141型にしますか?違う違う、2143型にしましょう。43型。2143の攻撃機。2143攻撃機という名前にしましょうか。機体の色とかも変えられたらいいんだけどな。費用が1980で、期間9週もかかるのか、まあ、しょうがないな。じゃあ次に、2143型が、さっき見てもらったように650飛べるので、これ本当にいいのかな?遅すぎますよね。速さが。ちょっと問題あると思うんだけどな、まあ、しょうがないですよね。続いてなんですが、攻撃機を今作ったので、続いて爆撃機を作っていきましょう。で、爆撃機なんですが、爆撃機はどうしようかな。九九式の艦爆か、水星かっていうところですね。日本製にこだわるんであれば。で、ここもちょっと例によって他の国の爆撃機系も見ておきましょうか。で、爆撃機で言ってスーツかね。
で、アメリカ製になるとドーントレスとかになるんですね。で、イギリス製になるとこの辺りか。最低の航続距離が1100ってのは大きいな。どうなんだろう。日本式の97式の観光とかも同じ1100か。となれば、まあ、ちょっとここは97式の観光をベースに作りますか。で、空戦能力は例によって、まあ、ゼロというわけにはいかないので、2門ほどつけましょう。で、ここも、そこはやっぱり50はどうしても欲しいんで、50をつけましょう。で、エンジンなんですが、どっちの方がいいかって話ですよね。14の方がいいですね。こっちに変えて、で、爆撃能力変更なんですが、まずは爆弾なんですけど、爆弾は1000キロ積みましょう。重いけどね。で、急降下はできるように状態にすると。ちょっと待ってね。ただ、最高速度180ってこれ大問題ですよね。さすがに。で、500キロ爆弾に変えると258か。200キロ爆弾で戦艦が撃沈できるかって話なんですよね。いやー、なかなか厳しいものがあるけど、まあ、500キロ爆弾っていうわけにいかないよな。800キロ爆弾積みましょう。216キロ。航続距離を減らしてでも、って思っちゃうけどね。1100キロしかできないもんね。216キロか。他削るところないですもんね。雷撃能力は、まあ正直言って魚雷は搭載しないんで何もできないですよね。これ以上は。いや、航空技術の、まあ発展というか、技術開発は必要ですね、本当に。じゃあ、一旦これで作りますか？これがね、ちょっと何やってんだよ、みたいになるかもしれないんですけど。これも243型の、どうしようかな。爆撃機なんで、バクってつけときますか？わかるように。で、さらに設計をかけていきましょう。で、次は護衛機ですね。まあ、護衛機なんで、護衛機は、ゼロ戦をベースに作っていきますか。まず空戦能力なんですが、空戦能力は、まあ、もちろん高いに越したことはないんで、1200キロにしましょう。艦爆が1100キロ飛べるんで、それに合わせてって感じですね。で、装甲を上げて、で、爆撃はする必要はないので、これでいいでしょう。なかなか優秀な戦闘機が作れたんじゃないかな。開発費用も安いですしね。これが、護衛機。虹。43型。本当に今、43年かっていう話はあるんですけどね。護衛機。虹43護衛機。で、最後に、直縁ですね。これも空戦能力は少し上げておきましょう。
で高速距離なんかもどうでもいいんで最高速度重視で、作っていきましょうか。爆撃の能力とかも必要ないですからね。偵察能力は変更するとしても何もできないよね。レーダーの搭載がそもそもまだ終わっていないという状況なので、あ、装甲だ、装甲。装甲がボロボロだな、これだと。よし、これでいいかな。なんか、これを見ると、艦上の護衛機と直縁の差がないんで、これ作るのやめましょう。1000円かかるんで、やめます。とりあえずあれだけでいいでしょう。で、残った金で何をするかなんですけど、今お金が左下に2663溜まってるんで、この2663を使って何をするかなんですよね。そうすると、ちょっと戦艦は作る余裕がないんで、空母も余裕がないんで、軽巡クラスをちょっと作っておきますか。これを作りましょう。鉄はね、それなりに入ってきたんで、あとは金なんですよね。金がなさすぎるんで、じゃあちょっとこれで一旦送っていきましょうか。だいぶね、今回ちょっと戦闘シーンっていうよりは、ああでもないこうでもないっていう戦闘機作りに時間をかけてしまったので、ちょっと皆さん退屈されてしまったかもしれないんで、一旦ターンを送りましょう。さて、イギリス第1から第5艦隊まで攻め込んできていて、飛行場が一つ潰されたものの、ドイツの第14艦隊が敵を撃破したという形ですかね。まあ、ここはね、イギリス軍に対して軽巡2隻を失ったのか。で、敵の方はというと正規空母1隻撃沈してますね。まあ、あとは軽空母2隻撃沈、さらに駆逐艦1隻撃沈という感じで、まあなんとか粘った感じかな。ドイツが1000円くれましたということですね。おお、さらに空母2隻いいね。空母2隻がさらに入ってきましたね。はい、今42年でしたね、43年じゃなくて。はい、というわけで、ちょっと今回戦闘シーン、お見せできなかったんですが、時間がね30分になりそうなので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。